今日は FC 東京の取材に来ました。あいにくの雨ということで、選手たちは室内練習場にてトレーニングをしています。練習お疲れ様でした。宮崎キャンプ始まりましたけども、あいにくの雨での中でのトレーニングでしたけども、いかがでしたか今日の練習は。まあ、チーム全体として厳しい練習できてるんで、まあ、雨の中ですけど、活気を出してプレーできてると思います。はい、高萩選手は今シーズンから3年ぶりに J リーグ復帰ということですけども、何か J リーグに復帰するきっかけっていうものはあったんでしょうか。きっかけ、まあそうですね、まあ、日本の J リーグも、ずっと見てましたし、はい、まあ、日本に戻ってきてプレーしたいなっていう気持ちはいつかあったんで、そういう意味ではいいオファーを、FC 東京にいただいて、復帰することができてすごく感謝してます。はい、まあ、今日もたくさんのサポーターさん応援に駆けつけましたけども、皆さん一言メッセージをお願いいたします。久しぶりの J リーグですが、戻ってきて成長した姿を見せたいと思っています。FC 東京が、タイトルを取れるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。練習お疲れ様でした。お疲れ様です。今シーズンから FC 東京に、加入しましたけども、今季の、宮崎キャンプいかがですか。非常にまあ、きつい練習をやってるんですけど、でもなんか久しぶり走って気持ちよくやれてます。やっぱりクラブによって内容とかって違うんですか。全然違いますね。今まであまりフロンターレは走らなかったので、はい、まあ、このチームに来てすごく走ってまた強くなってるなっていうのが実感します。まあ、入れ替わりも選手の入れ替わりもありますけども、この FC 東京のチーム内の雰囲気はいかがですか。いや本当にみんな明るくて楽しく接してくれるのですごくやりやすいですね。はい、そして今シーズンどんなプレーを皆さんに見せたいですか。やっぱり自分はやっぱ得点っていうのは絶対みんなが見たいと思いますので、スタジアムで得点を取ったところをいっぱい見せれたらいいなと思います。得点王もちょっと意識されたりしてますか。してますね。やっぱ得点を取ればチームは絶対勝てる、優勝争いできると思いますし、そこは常に目標としてやっています。それでは最後にサポーターの皆さんへメッセージをお願いいたします。いや本当に今年は FC 東京はすごく暑いと思いますし、ぜひ味の素スタジアムに足を運んでください。よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。続いては FC 岐阜のキャンプ地にやってまいりました。今日はこちらでトレーニングマッチが行われています。お疲れ様でした。大本選手は今シーズンからプロとしてサッカーをプレーしているわけですけども、まあ、まだ間もないと思いますが、プロ生活はいかがですか。まあ、小学校からサッカー始めて、まあ、目標にしてサッカー選手なんですけど、まあ、先輩方とかプロ経験積んでる人とかレベル高くて、盗むもんがたくさんあるんで、まあ、とてもいい環境でできてると思ってます。まあ、学生時代もまあ、キャンプというか合宿もやってたと思いますが、実際にこのキャンプをやってみていかがですか。まあ、普段の、まあ、宿舎での様子とかは、まあ、学生の時とあんま変わらないような感じで、まあ、結構みんなよくしてくれてて非常に過ごしやすいんですけど、まあ、ピッチの中入ったら全然学生とは違くて、はい、まあ、
ピリピリした環境でとてもいい練習ができていると思ってます。では最後にサポーターの皆さんへメッセージをお願いいたします。J1 昇格に向けて、僕たちも頑張るので、ファンやサポーターの皆様の応援が力になるのでぜひスタジアムへお越しください。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。竹谷選手は今シーズン2年目ということですけども、はい、今年のキャンプいかがですか。まあ、去年よりちょっときつくて、まあ、体的にも精神的にも、まあ、ちょっと来てるって感じですね。はい、チーム内の雰囲気どうですか。結構同世代の選手多いですよね。はい、僕ら年代 の、 人が多いんで雰囲気はとても明るくて、はい、やりやすいです。はい、先日新人研修会でお目にかかりましたけど、はい、結構髪型目立ってました ね、 一番目立ってましたよね。僕だけ黄色っていうか金色っていうかなんていうか、そうですね、他みんな黒だったんで逆にちょっと浮いてたかなっていうのがあります。やっぱりそこは気合を入れて臨んだんですか。いや特に新人研修のためにっていうわけじゃなかったんですけど、キャンプに向けてっていう意味合いで髪を染めました。はい、まあ、今シーズン間もなく開幕戦も始まりますけども、どんなプレー見せたいですか。まあ、試合に出て、まあ、去年より多く点取るってことが今シーズンの目標なんで、まずは試合に出ることが僕の目標です。はい、それでは最後にサポーターの皆さんへメッセージをお願いいたします。まあ、僕ら全員一丸となって、レノファ山口開幕戦頑張ります。竹谷亮を見に来てください。ありがとうございました。お疲れ様でした。